はい、皆さんこんにちは、ダイナミックオーディオ45、4階の島と申します。エソテリック株式会社、開発企画本部加藤哲也と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずディスク、やっぱりエソテリックさんというとディスクプレイヤーのイメージがあるんですけど、そうですね、ディスクなくなると言われて早何年ですかね、もう10年以上経ってるんじゃないかなと思いますけども、僕ら実は実験室で日々新しい発見があるんですね、はい、こんなことをやると音がこんなに変わるのみたいなことを非常に年がら年中発見できちゃうので、実は今回も、聞いていただく、K1X こちらにあるんですね、はい、それから、K01XD、このあたりなんかも VRDS っていう、まあ、僕らターンテーブルにこうディスクを貼り付けるような構造 の、 特殊な、まあ、メカを使った、まあ、CD 再生なんですけども、VRDS アトラスという名前の、新しい CD メカを新開発で作ってまいりました。まあ、グランディオッソのその K1、 私も非常に気に入ってるんですけど、その電源部ですよね。はい、まあ贅沢というか追加で ね、もちろん本体だけで普通に CD の再生ができていい音になるんですよ、うん、それも最初はね実験室レベルでやってたんですけど、思いのほかね良くなっちゃうんですよ、それつけると、うん、っていうことで、じゃあそんなにこんなに変わるんだったら、商品化しちゃおうよっていうので、実は商品化されることになった、商品なんですね、 PS1 っていう PS1 ですよね、はい、パワーサプライ1ですかね、はい、それからもう一個あれですね、 CD プレイヤーの中で大きい要素となる、まあ、リエコンバーター、ディスクリートダックってことで、エソテリックオリジナルの、命名してありましたね、マスターサウンドディスクリートダックと、名付けられた、まあ、チップを使わない、まあ、自前で作ったリエコンバーターを、中心に聞いていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。結局データであっても CD、SACD であっても必要になるのは DA コンバータ部分です、ね、はい、今回その2部では DA コンバータ のクオリティっていうところもちょっと検証していきたいなと思っております、はいはい、こうやって SACD を定期的に、ね、ディスクも出しているエソテリックさんですけども、はい、日本ではいち早くデータ再生っていうところも始められましたね、はい、USB の入力から始まり、はい、もう今ではネットワークプレイヤー、そうですね、そういったところ の、 その考え方、はい、ディスクプレイヤーを出しているエソテリックさんがデータっていうのは皆さんからこういろんな形で思われてるかと思うんですけど、はい、まあ、過去であれば CD 再生できれば全部、まあ、大体の音楽は聞けたんですけども、ここ最近はもうデータ、それから配信、生配信だったりっていうところで、ディスクにならない音源っていうのもバンバン出てきてますんで、一番ここ数年で意識革命しなきゃいけないって思った出来事が、やはりロスレスのストリーミングっていう、あれはやっぱりちょっと出会ってみて、世界の中に自分の無限な棚があるみたいな、やっぱりそういう音楽の楽しみをお客様に楽しんでいただきたいってところは僕ら大事にやっていきたいってところで、いち早く USB DAC、 それから、N01XD のような、ネットワークプレイヤーっていうところで、データ再生っていうところも商品化させていただきました。最後第3部ですね、はい、アナログへのこだわりということで、はい、先日プリアンプのフラッグシップの、はい、リニューアル版っていうんですかね、はい、が登場しましたよね。そういったそのアンプ設計のこだわりっていうところはどういったところなんですかね。エソテリックって、まあ、コンシューマー向けの製品が、まあ、基本なんですけども、ある時期実はスタジオで使われるようなアンプっていうものをちょっと手掛けたことがございまして、まあそこでかなり勉強させていただきました、悪い意味でゴージャスな音だねとかね、いろいろ結構ケチョンケチョンにね怒られたこともあったんですけども、ビヨンとかあるじゃないですか美しい音と書いてビヨン、まあビヨンもいいんですけど、何でもビヨンなはずがなくって、うん、楽器弾く人が綺麗にこう弾くために裏でいろんなテクニックを使っていろいろやられていることをきちんとやっぱ再現できなきゃいけないし、まずはバーンとこうエネルギーをきちんと
上流から、下流、まあ、今回プリアンプが新製品ですけども、パワーアンプに対して、ソース機器のこのエネルギー感、まあ、僕らでいうとディスクリートダックが出したこの、エネルギー感をいかにパワーアンプにズドンとこう伝えられるかっていうところが、あの僕たちの今回の、グランディオソ C1X の、なんていうかな、開発テーマっていうか、まあ、そういうことになってますね。はい、はい、ありがとうございます。またあれですよね、連想の仕方がエソテリックリンクっていう言い方なんですかね。はい、ES リンクアナログと僕らは呼んでますけども、はい、電流伝送という、あの、まあ、なんかあんまり面倒くさいこと言うとね、また気分悪くなる方もいらっしゃるんですけどあのオウムの法則とかあったじゃないですか、あんな感じで言うと、まあ、あの例えばケーブルが長くなれば長くなるほど、そのケーブルの抵抗みたいなのはちょっと大きくなるイメージはだいたいあるかなと思うんで、そうすると実は電圧っていうのはだんだん細っていくという、うん、そういうちょっと弱点がまあ電圧にはあって、逆に電流っていうのは、まあ、ホースを水を流すイメージを持っていただけると、まあ、ホースに穴が開いてさえいなければ水はここからちょっと流せば最後までちょっとこう流れてくるぞみたいな、遠くっても届くでしょっていうような、そういうちょっと部分をあの力を借りた、あの ES リンクアナログっていう独自の伝送になります。はい、まあ、私が基本的に聞きたいようなことをイベントでやりますので、まあ、少人数ではありますけれども、はい、ぜひ、ね、皆さんに来ていただければ。ちょっと柴さんマニアックすぎるんであれですけどあの結構あのちょっと見させていただいたらいろんな比較がありそうなので僕も楽しみです、はい、ぜひご参加いただければと思います。カツさんもぜひ、はい、楽しんでください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いいじゃないですか、大変楽しみになりますけど、うん